あ、あゆみちゃん可愛かったのに今撮りたかったのになれ。首だけ覗いてんの。残念。ってなわけで夜プレイです。来た。夜プレイです。あ、レオちゃんとエルサちゃんがあそこで。クロちゃん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 。今日は可愛いね。クロちゃん。クロちゃん。あゆみちゃん。サイちゃん、スリ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 。あら、ミコちゃん。クロちゃん。クロちゃん。おいで。よしよし。はい。あゆみちゃん。はい、ドラちゃん。ドラちゃん、サイちゃん。猫の目線で撮れたら一番いいけどね、この目線で。あ、なんか、おお、言うてる。ね、ドラちゃん。バンって叩いてる。ドラちゃん、サイちゃん、はい、クロちゃん、待って待って、あ、怒ってる怒ってる、二人呼んで、あゆみちゃんやるやん、怒った、あゆみちゃんも、あゆみちゃんやるやん、ね、はい、ベリーちゃん、弾力性あんな。今日は大阪ね、夕方から雨降り出したね。まあ、明日も雨いうことで、だん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 寒くなるんかな。なあ。ドラちゃん。まあ、先ほど帰りにまた、あの子ら、もみじちゃんとかね、あの、縁の子らおったところに、どういうの？道ちゃんぐらいのとこかな。また道路渡って、ね、向こうの反対側の方行ってましたね。雨降ってるね。かわいそうやな思いつつね。まあだけど今 ね、猫も過酷、野良猫は過酷やけど、今戦争で外国の方なんかすごいことになってるもんね。ほんまに。戦争来てえらいことになってんね、ほんま。人間が悪いな、みんなな。まあ、ほんまに、人間同士殺し合って、バカちゃうかな、ほんまに、ほんまに。もうそんなにしたければね、一番トップ同士で殴り合って決着つけたいよね。一般の、ね、一般人を巻き込んでね、殺し合いをするな、みたいな、ほんまに。なあ、あゆみちゃう。ねえ、ドラムちゃんも過酷やけど、人間も今過酷な人多いね。トイレ150人に対して1個のトイレしかないとかいうところもあったね。お風呂もすごいね、すごい少ないような不衛生になって。ねえ、野良猫よりお前、今、人間の方が不幸な人多いんやで。な。ミコちゃん、何してんのお前。乗っとろ思て。なあ。なあ。はい、マーヤちゃん。まあ、だけどさっきの子もね、やっぱりかわいそうやな思いつつ、ね、ポンさんにね、神様力をくださいってね、やっぱお祈りするけど、なかなか力をくれんわけで。ね。ほんまにお金と時間があったらね、世界中の猫とね、ほんまに幸せにできんちゃうかと思って。あ、レオちゃん可愛かったな今。残念。レオ姫可愛かったのに今。なんでそんなんま逃げるね。レオちゃん。鼻ちょっと詰まってんねんな、お前な。なあ、鼻がちょっと通りが悪そうやな。スー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 ねえ、スー太郎か、花ねえ、まあ、ここもずっとこんな調子でエルサちゃんと、ウギちゃんとね、ブルーちゃんとね、モカちゃんと、はい、レオちゃんとレオちゃんの登場が少なくなってきたっていうね、そんなに少なくなってきたかな。ちょっとなあ、レオちゃん怒るかな。
ちょっと変化あるようにせなあかんで、りょうちゃん。な。わかった?お耳が可愛いね、お前は。短くて、お耳が。普通の猫ちゃんのお耳より短いんですよね、このタイプって。ねえ。なあ、毛は長いけど、耳は短いねんな。結構な、りょうちゃんな。もかちゃん長いけど、エルサちゃんちょっと長いかな。なあ。それで、何してんや、ネロちゃん。変わったな、お前。怖かった。毛並みが良くなったな、お前な。お前。なんか、貫禄出てきたね。ごっつい貫禄出てきたんちゃう。ねえ。もう貫禄出てきた。あと、リングちゃん、王ちゃん、あれ、昨日で忘れてた、忘れてたいうか、ねえ、今日知ったんやけど、昨日で1年になったらしいで、言って。もうそんなになるんやな。リングちゃん、王ちゃん1年なんやて、早いな。な。ねえ。リング。髪の毛じゃ、毛やだかいな、お前な。な、気持ちええな、毛な。な、立派なね、猫だった、お前。な。それと、あら、クロちゃん追いかけとった。え、誰追いかけとった？あ、マーヤちゃん。マーヤちゃんの帰ってんの。な。マーヤちゃんの部屋だったんや、そこ。ね。マーヤちゃん。まあやねみたいな、ね、はい、ニック。ニック、ちょっと出とくか。またちょっと散歩しなさい。はい、ニック、出といで。ニック、おいで。ちょっと出なさい。ね、それと、あ、あそこに二人おる。あそこに二人おる、今日は。はい。セブンちゃんと、ね、キーボー。危ないか。濡れてんじゃん、お前。ああ、よしよし。ね、セブン。セブンちゃん。もうサブなってくんだよ、お前。なあ。もうめっちゃサブなるね。さあ、ちょっと今日はおもちゃでちょっと遊ぼうかな。ね。落ちてないね。ちょっとおもちゃ取ってくる。充電中やね。どうやろ、充電できたかな。おもちゃ。充電できたかな。リングちゃん。ちょっとリングちゃんも、これ、こっちの方がリングちゃん好きやけどね。これ。リングはこれが好き。あ、かゆみが来たな。あれ。ほら。来た来た来た。あれ。誰?泣いてんの。誰泣いてんの。あ、まえちゃんも。かわいいで、全然変わるもんね。けど、あゆみちゃん捕まったら終わりやからな。あゆみちゃん入れてたらよかったな。さいちゃんもめ。あゆみちゃん落ちかけとったで。ワン、ツー、ツー、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 みんなみんねんね。ほら、クロちゃん。あ、よっしゃ。コン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 、あ、コン、あ、捕まえた。あ、こら、お前。ああ、また捕まった。あゆみちゃん。あれ、もう持っていき。とりあえず持っていき、行かそう。あが、その間に、おもちゃを取ってきます。はい。あゆみちゃんが遊んでる間に、これ、どうやったかな?これ、押したらいいかな。あれ?
どこやったかな。あれ充電できてない？今したのに。ちょっと待ってよ。ここか。あ、どこ押すんだかな。あ、ここへ。はい、みちゃん、分かってない。パニック出てきた。あ、ベリーちゃん捕まえた。ベリーちゃん、お前捕まえれんや。ような動きしよう。おちょくっとなる。ピュッピュッとか言うて、ペリーちゃん捕まえた。ここ浮いてあった。はい、こいつ面白いね、ほんまにこの動きが。もっち、ドラちゃん、おもちゃやで。ドラちゃん行け。おちょくってる。威嚇しとる。ベリーちゃん、おちょくってる、おちょくってる。ベリーちゃん、あゆみちゃん来へんな。アホやな、あゆみちゃん。こっち、こっち、こっち。はい、これちょっと子猫の方にも持って行ってみようか。ねえ。子猫ちゃんの方の方が面白いかもな。ちょっとレオちゃんにもちょっとやってみます。ブーちゃんが何かしらした。あかんねえ、レオちゃんやっぱり大人の女やね。もう全然興味ないね。ちゅうことはこれ子猫の方に持って行ってみます。はい、今日はこっちでもうおもちゃで遊びますね。子猫ちゃんたちはどうやろう。はい、ミギちゃんが出てきた、出てきた、出てきた。子猫ちゃんたち遊んでます。あ、あれやな、サスケ結構。あ、ピョー君も来た。ピョー君、お前これ首大丈夫か。首細ない。お前ちょっと来てみ、ちょっと後で見よう。あ、あれも来た。翼も。やっぱ子猫ちゃんたちは面白いんやろね。ポンコちゃん、長と引いた、くしゃー言われて。狩り、狩りしなさい、狩り。長と乗せんのか。みんなでもう臨中大臨地やな、ほんまに。
かわいそうに中断人長とる。あ、ポンコちゃん降りてきた。ポンコちゃん、ミキちゃんもやねんの。ミキちゃんどこに マーキングしてんや。お前外の入れ物か。モンコちゃん、なかったね。ヒョウ君、ポンコちゃん、ポンコちゃん何してんねんお前。やらなあかんやん。ミキちゃんこの中に、ポンコちゃん、サスケすごいなお前。サスケ、ナガト何してんのお前。なあ、何してんのお前、何してんのお前。ナガト、え、ヒロミちゃんのはまだやってんねん。もう今ではヒロミちゃんもね、のんちゃんも分かれへんもんね。どっちがオスでオスか。お母さんがちっちゃなってきてるもんね。やっと遊んでる。猫の目線で。追い詰められてます。出さなかんね。出てきました。あ、またそこ入る。あかん、あかん、そっち入ったか、はい、お前一番住んでんな。ねえ、サスケが、ね、サスケが一番住んでます。ポンコちゃんが遊べんのか。ああ、長友お兄ちゃんやからね、譲ったってね。ね、長友、長友ちょっと落ち着いてきたかな。長友はね、遊びようめ。まあ、遊んでますね。あ、ミキちゃんに出てきた。ね。まあ、これぐらいしとこうか。ね。また遊ぼうな。はい。今日もおやつが届きました。フリーズドライの3つ。ね。これほんま猫ちゃん大好きなやつです。それと、ハンモック。ね。ヒョウ柄のやつと、迷彩柄のやつと、ね、これ多分結構ええねんすんちゃうかな。丈夫なハンモック。ね、ありがとうございます。それとカレンダーね、1、2の注文に、ね、あとは残りは猫ちゃんに言うことでありがとうございます。ね、一度ね、遊びに来てください。ほんまにね、ありがとうございました。さよなら三角、また来て四角、ご機嫌五角でまた明日。チャンネル登録よろしくやで。